も、ダークセイバーです。今回は、アーモンドアイの有馬記念は勝てただろ、に対するみんなの反応集に対するみんなの反応集を紹介します。それでは、どうぞ。アーモンドアイってなんで有馬記念勝てなかったんだ？距離適正というか仮に適正あってもあの日のリスグラに勝てたかは別。熱発で香港回避による調整不足と1周目で賭け勝ったら、1周目でゴールが近いと勘違いしてスパートかけたから。距離が適正の外とか色々やるけど、あの日のリスグラには勝てない。距離が少し長かった。二度の坂越えはきつかった。かかってしまった。調整不足だった。何よりリスグラ臭が強すぎた。府中2400と中山2500ってどんくらい体力の消費が違うんやろうな。府中適正高い馬なら2400はゴリ押せるイメージあるわ。東京2400で強いパフォーマンス発揮できて中山2500でも同じパフォーマンスできるのは少ないしむしろ自然だと思う。それに加え調整不足ならなおさらよ。あまりにも悪い条件が重なりすぎた。なくても掲示板とか馬券内とかあったんだろうか。状況違えばもう少し前線はできたかもしれないけど、あの時のリスグラ州のパフォーマンスとんでもなさすぎるから勝てた気がしねえ。あの有馬に関してはリスグラ云々関係ない着順では、自身にとって初めて日本 G1 をゲットできた最高の相棒の子供と敵対して、その子供に倒された当時のルメールってどんな気持ちだったんやろな。獅子が外れて申し訳ない。走行のタイプが中山よりも直線が長い東京とかとの相性が良かったからとかか。体質以外弱点なかったし、ぶっちゃけ調整とかかりさえなんとかなれば勝ったと思うぞ。それはどうだろうか。あの時のリスグラ州は万全な状態のアーモンドアイでも勝てるかどうかって感じだしな。イフになるから絶対こうなるとは言えないけども、ちょっとずつずっと外回ってしまっていた結果みたいな話を見かけたような。フィエールマンの予定ドタキャンしたせいでがっつりマークされたのも痛かったかもしれん。綺麗にアーモンドアイの一等分外のフィエールマンの走ってる芝から伸びるんだもん。そこに関しては一倍台の馬はそりゃみんなマークするよとしか。そもそも有馬記念用にチューニングされていなかった&軽い発熱明け。仮に有馬記念に向けて最初からトレーニングされててもあのリスグラ州に勝てたのかはわからん。正直ノーステッキを馬身出した相手に飛びの大きいアーモンドアイが勝てたとはあんまり思えない。アーモンドアイが有馬記念に絶対勝てないくらい適性がないような馬だとは思わないけど、どんなにパーフェクトな状態で走れていたとしてもあの豪華メンバー相手ではちょっとね。どんなに行くても馬券内のような気がする。2着じゃなくて3着の方。さすがに9着は負けすぎだとしても、よくもまあ中山未経験馬の有馬というステージでアーモンドアイにぶっ込めるもんだよなと不思議に思う。やるなら1個前の秋天でよかっただろ。1個前の三冠牝馬がクソ強メンツ相手に勝っちゃったからしゃあない。リスグラ州がその年の秋天出てたら勝ってたかと言われても満場一致で勝てたという意見になることもないだろうし、向き不向きの問題ではある。一応リスグラ州は府中実績もそこそこあるんだけどね。それでもグランプリ2つの勝ち方が鮮烈なので、やっぱり非根幹距離で輝く女だった気がする。アーモンドアイって15戦中9戦が府中で中山走ったのが1回だけなせいで、いまいち中山でのパフォーマンスが予想しづらいんだよな。有馬リスグラ州は体調面のたられば粉砕してると思うよ。強いて言えばせめて万全の状態で見たかったなぐらい。クラシックの頃から活躍するような1戦級の牝馬って生涯中山走らないなんてザラだからな。1年間2000メートル以下のレースばかり使ってたからな。アイロリットが作った速い流れにそのまま乗ってしまって、それどころかさらに速く走ろうとしてた。鞍上が進路を確保するために外を走らせてたのも結果的にあだとなったな。22年も同じような乗り方して同じようにかかったから、内心気が気でなかったろうな。19と22は馬の違いだな。イクイノックスは得意不得意の傾向だけ見るとロベルト系みたいな馬で、有馬もハイペースも大歓迎というタイプだった。まあ一頭だけ抜けた追走能力を持った馬ではあったな。万全のアーモンドアイが出されて迫るようならリスグラ州だってさらにギア入れるんでは？ノーステッキだしね。まあ普通にリスグラ州が勝つでしょ。しかも当時勢いに乗っててレーンも装備してる超万全状態だからな。あのリスグラ州に当時誰なら勝てたよというレベル。ルメールは直線で進路さえ空いてれば勝てるって考えて外回したんだろうな。それだけ馬を信じてたということだけど、結果的にはないで我慢した馬が勝った。金亀系カナロア3区が特に馬場早くもない時の有馬なんか勝てるわけないじゃん。なんならキングマンボ系どころかミスプロ系までいないというね。キクハルマダスブラ、2着だった中山校舎のサトルから出るといいんだけど。ブラから出た逮捕が最高3着だしな。
全くダメまではないだろうけど、そんなにこの系譜を変える条件でないのは確か。同じ距離コースの日経賞は勝ってるミスプロ系結構いるのに何が違うんだろ。 G2 と G1 だからメンツが違うってのは承知だが、東京ですら2400と2500では数字以上に別物だからな。結構100メートルの差を軽視してる人は多い気がする。伸びなかったのは体調だけど、負けたのは適正かなという感じ。東京と中山は本当に別物なので、距離以上に何もかも違う。去年末の中山は有馬以外を見ても府中みたいになってたけど、あれは本当に例外だしな。坂に帰って想像以上にスタミナしうっぽいしな。純粋に右と左だしな。中山と府中、まあモアイが右回りダメとは言わんが左ばっか走ってたしな。右回りのレースの方がぶっ飛んだ内容は多い気もするけどな。新山記念と桜花賞と秋華賞だから。春のレース選択が宝塚じゃなくて安田だし、パフォーマンス発揮できるのは左って認識だわ。まあ持論として府中強い馬は阪神は苦手だと思ってるから、このローテ選択は個人的には好きだけど。馬は調教とレースを通じて学習するから、7000以下ばかり使ってればその距離なりのペースで走りたがるようになる。そういや結局ダメになっちまったが、香港適正道だったんだろうなと思うことはある。大体香港で勝つ連中って中山か京都の実績ある馬が多いし、中山はともかく京都は実績あるから行けたんじゃねえかな。ドバイ行けてるから輸送ダメなわけでもなし、ありとあらゆるタラレバを加味してもリスグラには勝てなかった。それだけは言える。まあモアイがというよりあの時のリスグラ州が強すぎる。みんなまとめてフルボッコにされたしね。シーマクラシックは2400のスタミナが必要とされるらしいし、出てないのはやっぱりスタミナ不足だと思う。あそこで勝てるのは大体有馬記念勝てるような連中、勝ってないステゴやシャフも前線まではしてる。まあさすがに去年くらい早い馬場の有馬ならアーモンドアイも前線はしただろうと思うけど、あの中山の坂で加速ラップ刻んでるからな。リスグラ割とわけわからん勝ち方してるし、えぐいよ。有馬記念を勝った牝馬なら多分一番強い勝ち方のような気がする。19年は前にいた馬が一頭も残らず吹き飛んだから、そういうレースだ。予選メートル58秒台はさすがに無謀すぎる。リスグラ州の位置でもそれなりに負荷はかかってただろうけど、一頭だけ余力が違ったな。府中の鬼が中山ダメってのは珍しくないと思うけどね。ジャングルポケットしかり、ウォッカしかり。逆にリスグラ州は宝塚記念で突き放したり、コックスプレートで大外分回しでも加速できるパワーがある一方で、府中や香港の長い直線ではトップギアが長続きしなかったりしてた記憶。結論、適正の問題。リスグラ州は香港で負けるような未熟な時期でも、府中でビブロスと首差だったぞ。ハーツ3区なんだから全盛期に府中走らせてやればよかったのに。翌年に2着になだれ込む秘密兵器サラキアとか見てても、適正とレース展開はどうにもならんと思う。うちに入って落ち着かせたら全壁しちゃう。リスクあることは安城がずっと気を揉んでたし、勝てなかった理由よりも惨敗の理由がどうなんだって感じ。しかし香港断念してからの急遽有馬記念参戦でよくこのオッズついたよな。シンプルに距離が長い運が向かないってだけだろ。2着はあるわけだし、いずれ勝つチャンスもあるんじゃないの。去年の有馬は実質府中だけど、サープルナーリアやエイシンフラッシュは何が良かったのか。エイシンフラッシュは末足勝負がハマったからか。サープルナーリアはあれ本当ならリスグラ州との間に1頭か2頭くらいいるべきなんじゃないかって気もするな。エイシンフラッシュはあれで意外と器用なんだ。小回りお家でじっとして直線でってのが苦手じゃない。サープルナーリアも前が総崩れになる中、後方で我慢してた。まあ後方といってもそれなりに厳しい追走状態だったから最後は離されたけど、それでも外に追いやったアーモンドアイに比べれば、よほどマシな状態で直線を迎えたのは確か。持続力のほとんどを貯金じゃなくて心肺機能で補ってたんだろ。だから走りやすい府中での中長距離では強さを発揮するけど、貯金が足りないから府中以外での中長距離ではそんなに強くないタイプ。中山なのに無理に先行させたのとコーナーが多かったのも大きいだろう。3歳以降府中以外の右回りのコースで先行できてないから、末足にかければ惨敗はなかったと思う。ジェンティルが勝った時のようなレースなら勝てた可能性もある。あんな3000メートル戦みたいな消耗戦じゃ用なし。ドバイターフ勝つようなだからね。そもそも勝った時でもレース後ヘロヘロになるくらい全力で走る馬だから、止まる時はばったり止まるんだろうなという感はあった。